もっといろんなこと勉強したいから手伝ってね。私もてっきりひまわりは忍びになるんだと思って。面白いですね。この星の生き物は世界、これ以上成長する必要はない。他に何か隠してることはねえだろうな。ねえって言ってんだろ。相手はあの次元以上の怪物なんだろう。今頃心臓を奪うはずだった人たちは解放されている頃だ。もう計画は諦めた方がいい。今度は私が守らなきゃ。絶対に生きて、みんなでここから帰る。今やあの忍びどもがわしに頼み事をしてくる。変な時代だ。勘違い野郎に言われたんだ。俺はいつか何もかも全て失っちまうんだとよ。まだ踊れそうだな。やっとか。うまく成長させたようだな。